多摩電気自動車、1947年製の、車です。で、この車が1947年昭和22年になぜ作られたか、そこが非常に、疑問だと思います。で、当時、日本は戦争に負けて、進駐軍に全部工業もガソリンも、抑えられてしまいました。でも、当時の技術者たち、特に飛行機の技術者たちは、日本の物流ですとかそれから移動手段として何か車を作んなきゃいけない、それで、この車は、日産自動車、もう一つはプリンス自動車、これの前身の、立川飛行機、彼らの技術者が作った、多摩電気自動車という車です。工業地帯は戦争で全部焼け野原、工業はできない、それから家庭にも裸電球とラジオぐらいしかない。でも、発電所は水力発電だから山の中にあってどんどん電気はできる、じゃあその余った電気を使って車を動かそうじゃないかという発想でこの車は作られました。飛行機の技術者がこれは作ったんだぞという、痕跡が各個に残ってます。例えばこのボンネットのこの形状、この真ん中がヒンジになってます。両方がこう開くタイプになってます。ところがこの車は名前のごとくアリゲータータイプといって、ワニが口を開いたようなこういう形になります。で、当時こんな車は世の中にはないんです。非常に評判が悪くて格好悪いと言われました。でも考えてみてください。今の車のボンネットって全部こうやって開くじゃないですか。当時この車をやったのはものすごく先見の明を持ってるデザイナー、その人がこういうことを考えた。なぜかっていうとこの方が整備がしやすい。1回でプレスができないんで手で叩いてそれをいいとこだけ切って全部つなぎ合わせて作ってます。それでこういう形状を出してます。で、もう一つはフロントウィンドウ、当時は、全部この真っ平らなウィンドウですね。今は R のついたウィンドウで、だから、こういうワイパーですとか、ミラーですとかそういう保安基準もろくにないもんですから真っ平らなものを使ってやってます。この、装備はどの車も当時の車は同じものを使ってます。だから共通性があります。もしこの時代の車を今直すんであれば、どの部品を持ってきても合うということです。で、もう一つ特徴的なのは、今はウインカーといって点滅をします。当時は、方向指示器、ターンシグナルになります。なんでこういう通称アポロと言います。で、このアポロというのは、カンパニーネームです。アポロ社というのが、輸入をしてライセンス生産をして日本で作ってた、通称アポロと言います。で、これは、当時このだいたい戦中戦後ぐらいの時は当たり前の装備で、大型バスにも使われてましたし、それからアメリカなんかでも、有名なのはジープ。この車は当時と全く同じ装備にしようということで、同じものを使おうということでいろいろ苦労して、修理をしています。それがまずこの一つアポロ、ワイパー、それからこのヘッドライトです。このヘッドライトも、実は今と違ってレンズカットが違います。この、レンズも、我々が調べたところによると日本でも10枚と残ってないレンズです。非常に希少なレンズです。多分オークションとかで出したら何十万という値段がつくものです。古い車をご存知の方は、ヘッドライトはこんな付け方してないんですね。ここに丸いライトがポコンとついてる格好をしてます。それをわざわざこういう形にしてる。これは飛行機の羽、エンジンのついてるところをイメージすると分かると思います。それからもう一つ、このバンパーについてるオーバーライダー、こちら側とこちら側と作って、ここで裏側で溶接でつなげてます。これを一枚板で型を作ったと言っても、これ叩いて作ってんですね、火を入れないで。タイヤはですね、これ意外なんですけども、皆さんは、よく聞かれるのタイヤはよくありましたねと、
ここが文化の違いです。イギリスに行きますとタイヤ今でも売ってます。いろんな車があるんでほとんどのタイヤがイギリスで手に入ります。ですから、そういうのを直したいという人はタイヤ必要だったらまずイギリスを探してくださいということです。このタイヤも同じサイズのものが、それからメーカーによってはイギリスでタイヤを新しく作ってくれるメーカーもあるんで、それは可能になります。基本的にはこの車は直流モーターを使ってます。バッテリーを直接抵抗器で可変して、それがアクセルになっています。それでスピードをコントロールしています。ですから本当に単純な車です。今のリーフとは違って余った電気はすべて熱に変えて捨ててしまっています。ですからここにラジエーターがみたいな熱変換器がいると。もともと自動車っていうのは馬車ですから、まず木で作ってあります。でこの車も木です。その上に、鉄板をかぶせてあるだけのものです。当時の車は当たり前のように、そういう、構造を、取っています。これもご多分に漏れず同じです。大体以上です。よろしいでしょうか。